富江町に入ったけど、これってまだ町として残ってるとこなんですかね。だいたい今町とか村っていうと、もうほぼどっかの市に併合されてしまって、市区町村としては残ってなかったりしますけど、富江町、猫の家でしたよね、あれは。名前は大岩フラワーが、フラワーなんだったっけ、ガーデンだったか、あそこのとこの、そのシーズン の営業日の最後の日にたまたま通りかかって見に行った坂道。今綺麗な砂浜のとこに来てます。富江町にも入って、多分地図で富江町の境目を見ればどの辺りっていうのは分かると思いますけど、おそらくは。ああ、六角形の看板も富江町って書いてあるから、多分町としては残ってるのかな。うん、何岩、あ、大岩フラワーガーデンじゃなかったですかね、確か。フラワー、あ、ガーデンだったか。あれ、さっき私何て言ったっけ。あそこはなんか営業時期がすごく範囲が狭いんで、多分冬場はやってないんじゃないですかね。また向かい風だ。そうそう、 Z さんとあれたまたま見つけたんで、すごいテンション上がりました。あんな面白い場所をたまたま見つけると、ものすごく気分が高揚しますね。テンションが上がりますね。あ、いらっしゃいませ。こっから、あ、まだずいぶん先だな。途中予定ルートはショートカットしようと思っているところもあったりします。この先の方、半島の先まで行かずに、途中のなんか畑が一面広がってるようなところがあるから、そこだけ見ていきゃいいかなと思ってたりします。あれとフラワーガーデンですよね。結構これ声も言ってないのかな。今は少し開けて田んぼがあって、お墓が、墓地があって、でまたちょっと登る。ん、今度行ってみようは大岩ですかね。あそこは面白かったですよ、猫の家。冬の時期どうやってんのかな、あれは。シーズン大岩ですよね。あ、市街地。確かキャンプ場とかもあるところも、この先の市街地の外れのあたり。15時だから宿に予告した19時の到着時間まではあと4時間。さすがにそれだけに、それまでには着くかな。
雪降ってます、すでに。国道沿いかな。いや、サイクリングロードあるのか。そういうあると書いてあったね。悩ましい。日暮れまであと2時間ちょい。寄宿と書いて寄宿なのか、寄宿。あ、小浜ってここのことか。小浜だっけ、大浜だったっけ。どんな話だったのか、さっきのコメントは。旧道が見える。豚かな。あ、豚だ。ランパンの、じゃあこの端っとこまで来てるのかな、映像が。草のファームかな、あれは。って書いてあって、豚の顔が書いてあるから、豚舎だこれ。こんなとこに豚が。あ、ちょっとミカルの風に乗って少し匂いが来る。向こうの方にはまた鬼岳が見えてます。なんか子供の声みたいな鳴き声が。なんか急に音が聞こえるようになったな。あ、そうだ、もしかしたら配信停止してるかもしれないから一応チェック。してないな。豚舎の、豚舎の上の橋を、上の橋を通過。あ、見えました今。あ、ちょっと来てる。今ちょっとだけ電波来てましたね。今この橋の下に見えてるの全部豚舎みたいです。草のファーム。あ、声だけか。一瞬300ぐらいまで上がったから映像いってそうでしたけどね。トンネル抜けたら市街地かな。多分来ても一瞬ですね。またトンネルです。またというか、そのまたトンネルなので電波切れます。地蔵坂トンネル。あ、花見がトンネル。いや、これからトンネルです。一枚だけか。地蔵坂トンネル、サンゴのマークが、マークというかサンゴのレリーフがありますね。富江サンゴ。トンネル長さ360メートル。あ、この先ですね。
トンネルの路面はいいな、やっぱり。割と新しめのトンネルですね、これ。多分10年以内ぐらいじゃないのかな。いや、もうちょっと経ってるかな。多分私の予想では平成、あ、よくなりました。平成10年ぐらいじゃないかな。もうちょっと新しいかな。平成10年ぐらいじゃないかと思うんですが、どっか乗ってないか、どっか落とさないようにします。あ、見えました。2000年、2000年って平成何年だ。13年、今平成25、平成12年、12年ぐらいか。2000年ってだとしたらかなりいい線いってましたね、さすが私。で、市街地に来ました。これが富江の市街地ですね。で、確か向こうの半島の方に平べったいなんか畑が広がってたと思うんですけど、あの航空地図で見ると結構綺麗なモザイクが、20世紀トンネル抜けました。ここは市街地なんだけど、宿があんまりないんですよね。ググって出ました。ん？何が？あの、ググったら民宿は一軒見つかったけど、今やってないらしくて、で、あの、電話つながらなくて、あの、今現在使われておりませんで、もう一つが、さっきあの暖房が、キャビンにあの暖房がないっていうケビンだけ、暖房なしの宿泊棟があるキャンプ場です。それ以外民宿ないんですよ、ここ。割とそれなりの市街地なのに。本当は今日この辺り泊まりたかったです。そしたら時間的に余裕もあって、あちこち見てこれたのに。まあでも、どっちしろ今日も明日も天気あんまり良くないんですよね。うん、動かない。あ、でも、あの、コマ数が少ないと特にそう見えますよ。滑らかであればあるほど酔いそうになったりします。でも確かに意識は、ある程度意識はしてますね。あんまりグラグラしないようには気をつけているつもりではいます。で、私が不思議に思うのが、ネルオさんがあれ頭につけてるけど妙に揺れますよね。あれはネルオさんの乗り方のスタイルの話なんだろうか。ね、実家に、あ、帰ります。ネルオさんは別にそんな自転車に乗って1年とかいう人じゃないんで、首に多分首を振るタイプの乗り方なんだろうなと思うんですけどね。なんかネルオさん配信見てると妙にあの首振れてるように見える。あと20キロないぐらいかな、だと思います。いや、予定ルート通りぐるっと回ってたら20キロ超えるはず。どうするかな。あんまりあの日暮れにこだわって途中見ないのも。あ、教会。今のとこ教会らしい教会あまり見てないですね。多分あの福江の市街地、福江港の市街地にあったと思いますけど。ロード、どうなんですかね。姿勢は確かに違うかもしれないけど。ネロさん両方持ってますよ。ロードもクロスも。マウンテンバイクは持ってたかな。で、あちこちから見えますね、あの、鬼岳か、鬼岳カラスと、今映像来てますかね、鬼岳が湾の向こうに見えます。首が座って、ああ、なるほど、なるほどか、赤ちゃんだからか。サンゴ資料庫200円、富江温泉センター入りてー。達者かランド、達者かランド、
食事処サンゴ、ここ宿泊とかやってないだろうな、きっと書いてないから。まあもう今日の宿は予約してしまったから。風呂好きです。私は風呂に入ってる瞬間よりも入った後のあの気持ちよさが好きで、だから別にあのかけ流しとかそういうところにこだわりはそれほどなくて、とにかくお湯に入った後出てきて暖かい状態で外にいられる状態が一番気持ちいいです。あ、来てますか。カッシャカランド一日おき。私は風呂はあの気持ちよさのために入っているところがかなりありますね。人が集まる配信、集まり方にもよりますよね。私はニコ生で人が集まる配信っていうとすごくあんなイメージがある、そんなイメージとかあんなイメージが。観光地か。ああそうですね、観光資源のは確かにこの辺りの地区にはないのかな、あんまり。速攻これですか。で今日実はあの朝ユースホステル出てくるときに、あの朝食はついてないんですけどクロワッサン一人一個ありますって言われたんで、食べずにあの袋に入った状態で持ってきたんですけど、またそう気持ちよさ、それツイッターで私がこの間書いた話ですよね。たった400円であの気持ちよさが得られるなんて安すぎると思います。特に今の時期はなんですけどね。まあ、でも夏場も気持ちいいよな、さっぱりする方向で。クロワッサン本当ですか。あの信じますよ。信じていいんですか。クロワッサン牛の角のことだって本当だ、本当ですか。私にはそれ疑うネタがないので信じざるを得ないじゃないですか、そんだけ説得力あると。でこっから嘘なのか、ちょっとがっかり。銭湯皮膚病ん？あ、今クロワッサンですか。別にいいかな。あ、この商店街なんか昔ながらな感じでいいですね。何歳？私が？私はとりあえず40歳以上だと言っておこうか。三日月、あ、それも説得力あるな。しかもなんかあの、なんだっけ、クレッセントじゃなくてなんかの月の名前でクレッセントでよかったっけ。エバラん、焼肉のタレ、なんかちょっとあの私の昔の実家の位置も商店街の中だったんで少し落ち着く感じ。あ、フランス語でクロワッサンは月のこと、あ、三日月のことでしたっけ。あ、エヴァレット、俺のことか。実は惜しい。20代よりも二回りほど。今10度未満だと思います。さんさんと見え。ん？あ、私の実家は店じゃないんですけど、サラリーマン、父親はサラリーマンなんですけど、あの商店街の中に住宅がありました。家が。で、ここからぐるーっと回ってくるかどうかだな。とりあえず行ってみるか。下前よ。富っ子で、ここ富江ですからね。ちょっとなんかあったかいかコーヒーかなんか買ってクロワッサン食べて休憩したいなと思ってますよ。あれサンゴだ。寒さはそこそこ寒いです。香ばしみ、そうそう。
お、主権さんいらっしゃいませ。貝殻ブラだ、貝殻ブラ。しかも思いっきり白人だ。あれケーキ、あーどうかな、金、あの経済的、金銭的状況はちょっとよく知らないんですけどね。ただあの売れまくってはいるみたい。売れまくるというか、あの供給は追いついてないみたいですね。あの貝殻ブラなんか妙に、あ、やっぱり別パーツだってことは、あれ外せるんですよきっと。今日はあのこの先20キロぐらいの、海水浴場の近くの民宿に泊まります。多分夏場はにぎわうようなとこじゃないかと思います。クロワッサン、あ、ありがとうございます。今日すいません、おかげでアクセス数は、あのアップロードした時だけ瞬間的にちょっと上がって、あとずっと下がりっぱなしで、もう底をついてるような感じですね。配信はまあ物のついでなんですけどね。いつも言ってますけど、物のついで配信でございます。ちょっとクロワッサンどっか食べられるところ、お、ちゃんとゴミ箱ある。ん、通販、あ、そうか、今通販ずっとやってないんでしたっけ。座布団市場、ん、博多何の出身地。うわ、どんだけ走ってきたんだこの状態で。落ちてるものないような。うわ、びっくりした。全開で走ってきましたね、ここまで。何キロ走ってきたこれで。あの盗難防止ネットがついてないカゴ的な状態でしたね。危ねえ。いつものこととはいえ、とりあえずあの電気関係袋が落ちてなければ大丈夫、致命的じゃない。夢を落としてきたのか。やっぱクロワッサンも落ちてない、よかった。じゃあこの角でちょっと缶コーヒーでも買って、いやー危なかった。そうか、トイレもどっかで借りときたいとこだけどな。多分どっかあるんじゃないですかね。この先サイクリングロードは半島の方にあるみたいだし、出っ張った方向に。ここはかな、ミルクテーキじゃないですか。ここはじゃなくて、ここはスピード、スタバは見てないな。クロワッサン、いや今日あの朝ユースで朝ごはんとして提供されているものをもらってきただけです。また缶コーヒー、水、あったかいもの欲しいじゃないですか。今ここはですね、肝臓は悪くないんですけど、高脂血症です。今ここは、こんにちは、吉川博士。吉川だったら別だ、違うと思いますけどね。てか多分違うんじゃないのかな。テント落として、今回テント持ってきてないです。寝袋持ってきてないです。よっと、ちょっと今ここもう一遍チャレンジしますけど、多分今日一日ダメなんじゃないですかね。サーバーが過負荷で、待機中、送信中、ダメだ、サーバーがあのデータ受け取りません。てめえ、いやー、吉川なんて読み方の人がいたら別に変えないと思いますけど、無理でしたね。サーバーの方が応答しません。じゃあちょっとあのクロワッサンリッチをいただきます。賞味期限1月20日、写真はイメージです。そう、今ここは今動いてないみたいです。というわけで、この美味しいミルクステーキと、美味しいって書いてあるから、みたいですね。まあ年末とか連休とかしょうがないですね。もっとドネートしないと、ドネート。そう、美味しいミルクステーキです。牛乳です。ん、卵と、あ、そうか、ん、カエル、あ、カエルって何でしたっけ。
あ、卵黄入ってますね、これ。コレステローラーにはあんまり良くなかったかもしれない。寄付、ドネート、そうです。クロワッサンと、クロワッサンも結構油入ってるんですよね。こんなに軽くて、エネルギー183キロカロリー。効率いいな。そうそう、確かに卵飲料でした、これ。そう、なんかハイローラーみたいな。医学部の魅力ですか？医学部？しますよ。いずれ死にますけど。コレステローラーどうなんですかね。確かネットでも見たことあるような気がするんだけど。あ、あったかい。ゼロじゃダメですよね。てかコレステロールって何使われてるんだっけ、体の中で。エネルギーなんでしたっけ、構築材料なんでしたっけ。あ、その三日月、さっきさっきもらったコメント総合すると本当っぽいですね。本当っぽいっていうのも失礼だな、本当らしいですね。ん、ボイじゃなかったな。何上、古川産後加工店。加工していろんな実用品作るんじゃないですかね、矢尻とか。ごちそうさまでした。あとチーカモもあるんですけどね、売り上げ物でしょうね。ホルモンの酢になる。クロワッサン今食べました。ん、何鉢。あそこの座布団市場っていうのが気になるな。今ですね、富江町っていうところの中心地です。富江町、ウカンムリの富江町、ワカンムリじゃなくてウカンムリの方。チーカモですね。そもそも晩酌も何も、酒売ってるとこが近くにあるのかどうか。まあ私は酒は、結局昨日のサワーも、3分の2ぐらいは残して捨ててしまいました。酒の美味しさが分かってないのと、ハングル、あれは、犬猿じゃなくて犬犯か？3%、飲む気にならなかったんです。弱いっていう意味じゃなくて、寒い中わざわざあれを飲み切る必要ないなと思って。酒はうまくない。ん、ヨネックス、ん、ヨネフレ、季節感。これ向かってる方向は合ってるよな。私もお酒の美味しさ分かってないです。対馬は行かないです。で、こっちから行けるんだっけ？日程的に余裕があったら、もしかしたら、いや、多分行かないですね。リンゴサワー。この間弘前のあたり行った時飲んだやつですかね。今日宿配信は多分やると思います。半分か、つまりあなたは人生の半分を先に捧げてるわけだな。確か釣りとかが一番そう言われるんじゃないんでしたっけ。ほら、なんだっけ、一生楽しみたいなら釣りを覚えなさいとか言われるじゃないですか。っていうかあれ、どこの格言なんですかね。結婚は何週間だっけ、何年だっけ。こんなところに
ここもなんか石垣多いですね。てかそれアルチューの症状の一つじゃないですか。詳しいことは私も知らないですけど、血痕は堪忍袋と堪忍袋とあと何だっけ、堪忍袋しか知らねえ。感動で一生感動。セコマ知らんのか。セコマ知らないなんて道民じゃないね。赤島久坂島っていうところと、あと何だっけ、翌日胃袋給料袋、胃袋給料袋って結婚の話の時どう絡むんだっけ。教養袋、あーだいぶ寒くなってきた。お袋か、玉袋か。とりあえずもうオウム返ししてるだけです、めんどくさくて。めんどくさいとか言ってしまった。確かこの先サイクリングロードがあると書いてありました。NG、 あの豚とかは NG になるみたいですね。あと前ひらがなのカスが NG になるから、スパキ、あ、いや見てないですね。タレント欲しい。こんにちは。ブクイロ。あ、玉袋とかがってことかな。玉袋って確か、あ、さっきなんか芸能人の名前がどうって言ったの、そういうことか。玉袋なんとかって人いましたよね。なんか私の頭の中だと中山きんに君だっけって人と同じカテゴリーに属してる。ちょっと手袋必要になってきた。寒いよ。辻郎太、辻太郎。NHK のたまちゃんって名前違うんですか。なんすかその弱気な意識感情。私もそう思います。あのブラック問題とかもそうですよね。でもまあ私はブラック問題のそのひどい状態見たことないからわからないんだけど、あの教育やるのって本当に意味あんのかなって昔から思ってます。童話問題だっけ、童話問題。金髪、ちょっと天気があまり良くないな、これどうしよう。半島回らずにショートカットするかな。ちょっと悩ましい。いや、もうすでに雨降ってます。あんまり良くないな。教育ですか。だとしたらだいぶ嫌ですね。そうそう、強制的なんですよね。社会人になってもそういうのあるからな。雨かしら、あ、そうですね、すっかり忘れてた。うわー、結構降ってきた。そうそう、雨粒が、てかまだ雪だなこれ。あと直行した方がいいかなこりゃ。ちょっと雨かしらを見てみよう。雨かしら、アプリ名雨かしら。あー、日がこっからこうこう来て、あー1時間後ぐらいに結構大きな塊が通過しますね。あ、こんにちは、かわいい柴犬が、柴犬が。最西端のか、かわいかったな。どなりつけてる最近それも。こっちに向かおう。やった、あれおばさんですね。自転車やめる、本当かよ。一体自転車やめるってどういう理由でそんなことになるんだ。すげえなさそう。あ、これも牛舎だな。今使われてないか。ショートカットします。犯罪者なんていうか、その自転車逆走も今注目されすぎて、なんていうか、自
自転車逆走したらもう逆走してるやつは叩いていいという風潮になりつつありませんか今。まあ逆走ももちろん良くないんですけど、その叩きたいから叩いてるような人が出てきそうで嫌です。私はん？ツイッターでつぶやいてる、それはネタじゃないのかな。だーちょっと降ってきたビブラくれるの。ちょ降ってる。しかもこれ雨粒じゃないか、もしかして。GoPro やばい。九州の そんな大雑把な。いやー、まあ危ないんですけどね。だー、カッパ一応あります。ただ GoPro が心配だー。そのちょっと待った。 GoPro ハウジングして、あの裸状態です。今タブレットはバッグの中だけど、はあ、そう GoPro が危ない。そうそう、叩く方の天気良さそうで。そうですね、いやー今日は天気良くていいか。乗りツッコミっていうのかな、今のは乗りツッコミかな。私はその程度が苦手なもんで。ちょっとやったらまた猫だ。しかもちょっと小さい。森、GoPro やばい。白猫、GoPro やばい。お、震えてる。小さい。逃げた。そう、GoPro やばいっす。で、あの、軒先がないんですけど、軒先が。ん？サインドが？猫釣りました。タブレットは今、カバンの中なんで、あ、バッグの中なんで、あまり関係ないんですけど。あ、弱くなってきた。いや、雨で配信はこれ単にあの機材に負担かけてやってるだけです。いつ壊れるか分かんないです。ちょっとこの軒先で、あー、バス停が。 GoPro はですね、あのネイキッドフレームっていうやつと同じようなもの。うわー、 GoPro がむちゃくちゃ濡れてる。逆走は危なくて、逆走を肯定するつもりはないんですけど、あの逆走だったらもう逆走したやつは殺してもいいみたいな言い方する人もいるんで、それが嫌いですね。私はあの人を叩くのを叩く人間なんで、人を叩いてる人間ですので。あ、ちょっと待ってください。ちょっとタオル GoPro 少しあの拭いとかないと中に浸水してしまう。ちょっと今ハンドルにヘルメットを乗せて、私はバッグの中から、どこ行った？ちょっとこれあまり揺らすとヘルメットが落ちる可能性がある。あれ？タオルどこ行った？よっと。ん？私は人を得意げに叩いてる人を見るのが嫌なんで、すごく不毛な、叩く人を叩くなんてなんて不毛なって自分でも思うんですけどね。だから私のこの主張を通す、あの忠実にやろうとすると、誰も誰のこと悪く言ってもいけないみたいな話になっちゃうんで、その矛盾も理解してはいるんですけど。あったで、今すいません、コメントほぼ聞こえてないです。あった、タオル。よいしょ。どうなって、タオル。あ、また晴れてきた。わけわからんな天気が。そう、優越感感じてるような人もいるんで、それが鼻につくんですけど、それを叩くのも不毛ですよね。分かっちゃいるんだけど、私もある意味叩きたいから叩いてる人間の一人なんだろうな、きっと。ああ、テレビは、そうそう、ニュースは
ニュースもなんかヒステリックに叩くというか、なんかちょっと注目を集めるものがあるとみんなで一斉に叩く風潮ありますよね。なんかこういうみんなで寄ってたかって叩くみたいな風潮大嫌いです、私は。また言ってしまった。そう、ヒステリックジャパンはそう思います。私もそう思います。どこから吠えてる、見えない。昔から日本人そうですかね。とりあえずやんだ、今のうち進もう。どこから吠えてる、こっちから見えないのにどうやって吠えてる。ん、日本一。どこだ、あ、これか。あ、よく見えてるな。吠えてる間にうるるっていう声が入ってるの本気で怒ってますね。ごめん、見えないところに行くから。でもどうしてこの位置関係で吠えるんだ、見えてないだろう。音か超音波か、もしかして。そうですね、犬にちいかま周りよくないじゃないかな。見えてないからやっぱり音か匂いって言われるんですけど、音じゃないですかこれ。電子機器の音じゃないですかね。超音波的な、また匂いって言いやがった、まるで私が臭いみたいなこと言いやがって。でも最近なんか自分からカレー臭っていうものなのかどうか分かんないけど、天ぷら系のなんか変な匂いがすることを感じることがある。天ぷら系、また犬に吠えられてランクが上がったよ。吠えられ芸人ですから。なんか天ぷらっぽい感じというか、なんていうのかな、それカレー臭なんですかね。いや、そんな天ぷらほどいい匂いってわけでもなくて、なんか違和感感じる匂いが、臭くないようなこと、カレー臭が。吠えられマッキーですか、でしょうね。死の酸化した匂いなのか、カレー臭はこれなのか。まあ40歳になったらカレー臭でも別にいいのかな。カレー臭なのかな、正確に言葉で伝えられないんですよ、この匂いの感覚は。枕から匂い全然しないんですけどね、自分では。天ぷらの匂いもしない。若い人が、おお、誠の神を信じなさい。誠の神ってことは人によって違いそうな気がしますね。スパゲティモンスターとかでも、オイル、カレー草を。あ、トイレは、これは学校内のトイレ？でもこんなとこにあるってことは公衆トイレですよね、きっと。ん？何言わない方が。こっちからも入れるんだったら間違いないと思うんだけど。いや、入れないか。これ学校の敷地内かな。気温は今、体感では7度、8度ぐらいじゃないでしょうか。あ、ん？たまに？親の。今のトイレは学校敷地内かな、やっぱ富江小学校。はあ、痒く、そう、私は一日洗わないだけで、あの、痒くなるというか気持ち悪くなって、髪もなんかその最近なんかシャンプーの量を減らすような意識はしてるんだけど、毎日洗っちゃいますね。エコープ、駅って何ですか、道の駅のこと。道の駅も確かこっちはないんじゃなかったっけ、兵庫。そうそう、みぞれ。1時間弱してなんかそこそこの雨雲が通過するみたいなんで、やばいな。焼きて。ん？うご？デイサービス100歳。
宿に。問題なのはこの先山道になったところで雨に当たると雨宿りできる場所がないんで、島にはこうしといてでした。今のシャンプーは、なんて言ったっけ、オクト。私結構老け性だったんで、老け対策って書いてあったオクトを使ってます。あ、これなんか小学生らしくていいですね。勢いはあるけど意味はよくわからないっていう感じの。オクタン。これはなんか勢いがあっていいですね。勢い以外は特にないけど。あ、本当だ、中学生だ。私はつけてる、老けてる。私は若いと言われますよ、見た目。見た目若いって超言われますよ。つい数ヶ月前にも学生さんって言われましたよ。道すがらのおじいさんに。というわけで、また兵庫ネタでした。あんまりなんかバカにするような言い方になってしまったら失礼なんですけど、いい感じですよね、今の。昭和。そうそう、いつも通り学生さんですかの。無敵。学生さん。老けた大学生か。それもいいな。お店、夕食はあるし、朝ごはんもあるし、で、補給食はもうさっきクロワッサン食っても大丈夫なんで、あとチーカモもあるし、飲み物も今、アクエリアスが8割方残ってるし、大丈夫です。宿まであと20キロ弱のはず。何路、何十路ですか。椿三十路的な。お酒か。あ、そうそう、自転車乗ってるのもそうですよね。デオデオだ。ひげ剃りは私は旅行中は電気カミソリじゃなくて、あの物理カミソリ、まあどれも物理なんだけど、電気じゃないカミソリしか持ち歩いてなくて、私はあれ毎日使うと結構荒れてくるんですよ。あの顎のあたりが痛くなってくるんで、で 2,3 日おきに旅行中はひげ剃ってます。カミソリ使って到着約120分ぐらい。まともな物理じゃないカミソリが。化学カミソリか。そうか、魔法カミソリ、マジックポイントを使うタイプのカミソリですね。私はクロワッサンで今動いてます。明日の分の、確かにそうだな。まあそれありますね。なんか補給食になるもの買っといた方が良かったかもしれないけど、まあこの先あれば。また言われたよ、眠くなるって。ケミカル、ジャック B。 外国は今のところ考えてないんですよ。チーカマ、長くも何も私は旅行用カミソリは一遍も交換したことないですけど、途中どっかでなくして丸ごと買い替えたことあったけど、もう何年使ってるか分かんないです。旅行用物理カミソリ。秘伝家カミソリ、新しくできた小笠原でしたよね。何にもない自販機ありますよ。歯を錆びてなくてまだ剃れます。抜く。あ、そうそう、ヒゲなんか抜いてしまってヒゲを死滅させることができるんだったら、私はそれでもいいなと思ってます。楽でいいなと。もしかしたら将来おじいさんになって白くて長いヒゲを生やしたいという気分になるかもしれないからな。そうそう、永久脱毛、本当に永久なんですか、あれ。違いますよね、永久的な気分の脱毛ってことですよね。あ、イランはなんかヒゲが大人の男の証なんでしたっけ。あ、小雨。
明日一日雨のマーク出てるんですよね。雨の中移動はあんましたくないな。ほほひげか、うん、ヤギさんになる？あ、ヤギさんか。私の会社はひげ伸ばしてる人はあんまり見たことないけど、武将ひげっぽいの始終生やしてる人はいますね。長いひげあんまり見たことないな。ん？ハーレーデイビッドソンですね。正しい発音知らないけど、なんか本格的な発音だとエイと読むってイメージが、あのところエイと読む。バイクの免許は車免許あるから 50cc は乗れます。ん？デイビッドのソンだから息子ですか。ジャグワー、あ、そうそう、ジャガーじゃなくてジャギワーなんでしたっけ。ん？ハレー彗星、ハレーズコメット、タイト。私は一人で録画もせずに走ってる時にはハレーズコメットのハイスコアの音楽とか口ずさみながら走ってます。ハレーズコメットって昔タイトのシューティングゲームがありまして。電動バイク、ああ、そうか、電動バイクか、車じゃなくて。そう、ハレーズコメット聞いたことない、もう大昔ですからね。口さんで見て、うーん、恥ずかしい。あー、アウトランか。アウトランもあれ、なんか元ネタの曲があるみたいですね。マジカルサウンドシャワーにそっくりの元曲がある。お、ちょっと口ずさみ苦手です。人前で口ずさむのは。なんだこれ、ん？バイクの音、口ずさんでみて。バイクの音なんですかね、この形は。横のこの尖ったところまで石で作ってあるっていうのは、まあ廃屋みたいな感じですけど。原稿なんでこの屋根の横のところまで全部岩で組んであるんですかね。ん？パソコンエンジン、今のどれの話ですかね。ハレーズコメントとか、ま、アウトランとかマジカルサウンドシャワーとかいうのは昔のアーケードゲームネタですけど、なんだろうな、当社にしちゃちょっと狭いような気が。筋肉の、ああ、超兄貴ですか。あれは曲がなかなか面白かったですね。ドイツ人ジャーマンとか。ちょっと後半はついていけなかったけど、実写はゲーム、実写のキャラクターを使ったやつとかもありましたよね、超兄貴は。喫茶プラット、ああいうとこ時間があったら寄りてー。ハマったゲーム、プレイステーションだったらパネキッドとパンツァーフロントなんですけどね。ファンタジーゾーン、ファンタジーゾーンも本当によくできてましたよね。でもファンタジーゾーンは自力でクリアまで行ったことはない。あと最近の、いや、戦車ゲームやってはいないですね。あ、ワールドオブタンクスはちょくちょくやってます。もうなんか上の方の戦車を目指したりするのは、課金しない限りはもうバランス経験値じゃなくて、貯まるお金と使うお金のバランスが取れなくなってるんで、真ん中あたりの戦車は同じ戦車をずっと使い続けてます。具体的に言うとソビエトの T3486 を使い続けてます。でも最近日本戦車が入っ、あ、オンラインゲームです、ワールドオブタンクス。最近の更新で日本戦車が入ったんで、そちらやってみても面白いかもしれないですね。あれって61式がティア級なんですね。で、74式の前身の STB とかいうやつが、このタブレットは千葉確かありますよ。あれ千葉だったかな、抽選者の地ですよね。で、いろはだから抽選者の第3世代かな、千葉は。あ、青首かも、青首アヒルだっけ、マジのおばあさんの。戦車漫画っていうカテゴリーじゃなくて原文漫画っていうカテゴリーが存在するっていう
作者の名前の。どうせ私こういうやつじゃないのか。というわけでこっからだ、こっからだ。ん、眠い時寝ると治ります。お、ここからだ。吉田戦車、そういうあの人も戦車の名前か。クジラ、捕鯨が開発されたのはなんたらかんたらで、ここ五島においては1626年に誰々が来島し、その最新の技術を用いて捕鯨を行ったと伝えられている。声はこいつ、こいつら。ん？帰る？あ、知らないです。昭和33年のこれ、半島の方は今ショートカットしてきました、天気悪いんで。でここから向こうのあの山の上に登っていきます。一本引いたらですね。というわけで捕鯨が行われた場所なのかな、ここは。信心深かった当時の人々が捕獲したクジラの霊魂を丁重に供養し祀っていたことを伺い知ることができる。なお碑文にある、富士新右衛門とは前述の庄助の孫とされている。あ、捕鯨を伝えた人もってことか。ん、あ、今なんて。というわけで昔ここでは捕鯨が行われてたみたいですね。黒いの、あ、そうですそうです、これヒゲクジラですね。シロナガス系のヒゲクジラだけど、こういうこのサイズのヒゲクジラって何なんですかね。給食出ました出ました。クジラ肉が普通に食えてた時代ですね。だからといってクジラ肉は食えないからどうというほど思うほどではないけど、わー降ってきたな、また。あ、丸く収まりやがって、人生丸く収まりやがって。あ、逃げた。ちっちゃい。ん？クロセ。逃げた逃げた。ちっちゃい。かわいい。かわいいけどな。かわいいけどな。かわいさ認めるけどな。うん、それもちょっとなんかなって思いますね。私のが可愛いのか、また私の精神を貶め、私の精神を弱くしようという意図を持った人が。あ、雨になった。あ、そっか。なんかまとまりやがって、雨になってきた。やばいやばい。そう、5分濡れるんですよ。どうしようかな、こっから先はケースに入れとくかな。一応 GoPro は充電し続けて、今おそらく満タンになってると思うので、しばらくはケースに入れて使ってもバッテリー持つと思うんですよ。ただ宿まで持たないかな。こっからアップダウンの連続のとこです。寒さは大丈夫になるけど、服好きにケースに、あ、そうそう、まあできるケースもあったりするんですけど、そうしたと今度は防水力が落ちるんですよね。ミネラル、そうですよね。多分これ下が白いからだと思います。寝ます。こんな寒い時期に。じゃあちょっとケース、雨ぐらいは防げて、しかもあのケーブルがつなげられるっていうのはちょっと考えたことあるんですよね。その日差しみたいに出っ張った部分があって、で上からの水は防ぐけどもケーブルつなげられるっていうのはちょっと考えたことあります。嵐。じゃあちょっとケースに入れてしばらく進みます。お雪、
去年じゃなくてあれ3年ぐらい前だったと思いますけど、枕崎ですよね。ああ、涙が乾いて、もう涙も乾いてしまった。じゃあちょっと GoPro を、鹿児島の枕崎でなんかすごい雪が降った年があって、フラフキーさんは、フラフキーさんはもうすぐあれじゃなかったっけ、ほらあれ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 ですよ。息子さん元気ですよ。いや、知らないけど、あれですよ、あれ、フラフキーさんたちはもうすぐあれじゃなかったかな。ちょっと今 GoPro、 バッテリー、あ、バッテリーダメだ、充電が追いついてない、全然ダメだ、このまま行くしかない。そうそう、あれあれ、なんかこれはあんまり言うと言いふらしたことになるからな、多分ツイッター見てればわかると思うんですけどね。ダメだ、あのケースに入れたらすぐバッテリー切れてしまうので、このまま行きます。本当に降ってきたらそこで止めるしかない、止めるとか、その時点からケースに入れて持つとこまで持たせるっていうだけで。もうすぐこの辺り雨が来そうなんですよ。思ったほど充電できてないな。そう、特定機密、バッテリーまだあるよな。あ、あんまりない、ついでに交換しとくか。そうそう、あれ的なあれなんで、そう、ビアンキのクロスバイクです。全くどうしようもないな、うどうとしやがって。バッテリー今は3本運用してます。パソコン用に66ワット時の結構でかいバッテリーが2本と、あと、これ結構でかいバッテリーってこれですけど、エナジャイザーで、それとは少し小ぶりの、それとは違って少し小ぶりのパワーポンドっていう、あの過去に手拍子、過去に3本買って、この1本しかもう生き残ってない、あとの2本は充電できなくなりました、壊れやすすぎ。パナから竿って何ですか、人体に竿なんて呼ばれるとこありましたっけ。ありますね、二流メーカー。もうあれか、またあの韓国中国叩きか、また叩きやがって、叩く対象は何であれ、叩いてる行為が嫌いだ。からし豆腐、話がさっぱり言えない。安倍首相また叩きやがって。なぜ、いや知らないですけど、うわー、この天気は、その評価を正当な、これは正当な評価だからっていう言い方もありますね。それはあの個人の感想を言ってるだけであって、叩いてるわけじゃないんだからいちいち言うなよっていう人もいますね。でも誹謗中傷に見えるのも多いんだけどな。ん？富士通の充電池がエネループと一緒？富士通が売ってる電池がってことですかね。スリル、いやー私は嫌いですね。いや嫌いというか苦手ですね、それは。そもそも私は政治のこと全然知らないんで。よっと、降ってる降ってる、ヘイトスピーチ、ヘイトスピーチをヘイトする、ん？東芝？東芝がどうしました、はあ、私の自転車発電しません、はあはあ、雨勘弁してくれ。燃料電池式？イタリア製。あ、画像止まってますか。せっかく砂浜を上から見れる場所に来たのに、見られる場所に来たのに、しかし本当に天気悪いな。ん？ポエット
から山越えて宿まで行かなきゃいかんのか。に、ああ、降ってる降ってる。文明堂のお土産は、文明堂は見ましたけどね、長崎市街で。畑に行って、だって、降ってる降ってる。うわあ、やっぱりこれ諦めた方がいいかな。あんまり雨のこと気にしてるともう精神的にやられそうな気がする。ここからさっき映像的にも美しいわけじゃないから、天気悪いし。1900、それは累積ですね。リアルタイムに見てるのはそれの何分の1か何十分の1かぐらいだと思いますよ。まあそれでもたくさん集まってもらってはいるんですけどね。雨降んな。諦めるかな、山道のところの放送も録画も。雨具ちゃんと着てねえ、本当に身になってほしいです。ひどくなってきたからもう諦めようかな放送は。ちょっと木の下に入って思ってもいなかった。やばいわけですね。もう放送のこと気にしなくていいように放送やめてしまおう。撤収。宿の方向こっちなんですよ。ので、じゃあここまでだ。あと GoPro もあと切り離してケースに入れて、まあ10分か20分か分かんないけど持つとこまでやっておしまいですね。信じれば。あれ、これそもそもまたウェブカメラが止まってる。お、これでなんか登り速度が上がったりする。しないな。やめるやめる。じゃあでは今日の時点、そうですね、宿配信で車放送はここまで。いや、私はやめると言ったら二言はないね。宿カップ麺、そうかも。ではまた、ありがとうございます。それでは宿配信までは私も大変なんですけどね。ではそうなのか、なし。映像もともと止まってましたね。よし、じゃあここで止めて GoPro も諦めてケースに入れて、そのためにはケーブルを外して、あ、そっか、あれ？なんで切れてるこれ。よっと。鼻水が。GoPro これじゃ壊れてしまう、本当に。今までもう散々濡れて運よく壊れたことはなかったけど、あ、自転車立てかけられるちゃんと立てる場所がない。よっと。よっと。
では。手かかんで。充電切り離し、本当に10分とかで切れそうだな、これ。で、ウエストバッグも、うわ、これも全然防水性ないから、そうか、そしたら こっちに入れなきゃいけなくなるか。ウエストバッグはレインカバーかけとこう。そっか、これゴムが切れてんだった、忘れてた、やばい。とりあえずしまった、すっかり忘れてた。こっちの方の左、右側かのレインカバーはゴム紐が切れて保持力がなくなってるんでした。できるだけヘリの方をサイドポケットの中に突っ込んで、これじゃいつ車輪に巻き込まれるかわからない。やばいな、巻き込まれそうになってる。これはとりあえずガムテープで。寒さでガムテープがえらい硬い。やっとこうして、ああダメだ、全然ガムテープが貼り付き力がない。これは
全然ダメだ。状態です、やばいです。4時半か。ウィンドブレーカーもやばいな、これや。やばい、上着も着なきゃダメだ。うわあ、むちゃくちゃ濡れてる。ああ。染みてくる、これじゃあ。お、これは。あ、なんたら改善センターだ。軒先使える。うわ、濡れた。iPhone もまずいな。あ、デジカメもやばい、これや。
あ、虹が見えてる。冬の虹とか見たくねえ。でも一応写真は撮る。これはもう撮ってもあんまり意味ないな。引っかかる。雨は あんまり大きな雨雲は来てないけど。
小さいのが近くを通過してる。さっき降ったやつかな、これは。あった。さて、はぁ。
GoPro まだ多分曇ってるんだろうな。天気良くなってきたからケース外してもいいんですけど、単に面倒くさい。雨雲は今から また来るな。次の雨雲が近づいてきてる。あと 2,30 分で次のが来ます。ああもういっか。 Ugh.